そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日はお家で一人でできる運動神経が良くなる運動を紹介します。運動神経とは何か、一言で言うと見ただけですぐに真似ができる力です。もう一回教えてもらっただけでもうできてしまうね。もうどんなスポーツもそうよ。野球もそう、サッカーもそう、ね、バスケもそう、ダンスもそう。どんなスポーツでも先輩に教えてもらったり先生に教えてもらったり、テレビを見たり YouTube を見る、それだけでなすぐにできるようになってしまうね。これめっちゃ良くない？これめっちゃ良くない？運動神経良くなりたいやろ？良くなりたいやろ？素晴らしい。そうなの。運動神経良くなったらどんなスポーツも得意になります。で、運動神経って言ってるから神経、それはつまりここなの、脳みそなの。脳みそのトレーニングをしたら運動神経が良くなるね。特にな、5歳から12歳はゴールデンエイジと呼ばれていて、この時期にトレーニングをしたらものすごく脳みその神経が発達して、まあ、とにかく将来スポーツが得意になるね。どんなスポーツでも活躍できるようになる ね。そういうことです。だから今日はお家でな一人でもできる、そんな運動神経が良くなる運動を紹介したいと思います。これはコーディネーショントレーニングと呼ばれています。はい、説明はこれぐらいにしといて早速やっていきましょう。今日はこれを使います。テニスボール、100円ショップで購入しました。今日はテニスボールを使った運動神経を高めるトレーニング、コーディネーショントレーニングをレベル1から7まで順を追って紹介したいと思います。レベル1、簡単です。テニスボールを上に投げて取る。この時に取った時に音が鳴らないように吸収して取る。右ができたらもちろん左も投げて吸収。レベル2、次は上に投げるんですけど、取るときに床ギリギリのところで取るということ。やってみますね。こんな感じで、この時に大事なのは上半身だけじゃなくて下半身も使うということです。スクワットと同じ要領で膝が親指よりも前に出ないように、前に出てこういう風にならないように膝を痛めてしまうので、そのままスッと下がっていく。やってみますね。もちろん右ができたら左も。レベル3、次は上に投げるのは同じで片目をつぶりましょう。これちょっと難しいよ。まずは右目をつぶります。それができたら左目、もちろん左手でもやりましょう。右目をつぶって、それができたら左目、レベル4、次は上に投げて拍手の回数を増やしていきます。まずは1回、2回、3回、4回、5回、6回、6回、もちろん左もやりましょう。レベル5、次は座ります。座って
声聞こえるかな。座って体育館座りをします。そしてボールを指で転がします。指で転がします。で一周回ったらちょっと足を前に出していきます。前に出していきます。で、できるだけ早く、できるだけ全ての指を使うようにしましょう。指と脳は連携しているので、指を動かせば動かすほど脳は発達していきます。運動神経が良くなるんですよね。回れば回るほど足を伸ばしていきます。ちょっと硬いから、できるだけ早く、できるだけ早く回していきましょう。で、一番最後までピーンって伸ばすことができたら、次は足を広げていきます。広げて、広げてます。はい、これは体が柔らかくなる、つまり柔軟性がレベルアップします。はい、6かな、5、6つ目、次はサイクリングです。同じく寝転びます。こういう風に寝転んで、見えるかな、見えるかな、右手で左手、右手左手、おお、いきますよ。右手左手、右左手、右、はっはっはっ、リズムよく、リズムよく、早く、できるだけ早く、30秒ぐらいでシュッ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 、声出してもいいよ。6でした。ということで次は7、いよいよ最後のステージです。ちょっと難しいよ。右手で投げて左手で背面キャッチする、一発で成功させてみせよう。あ、もう一回もう一回もう一回、こっちから言ったら逆も一緒ね。右で投げて、ちょっと待って、左で投げて右で取るね。これおかちこっち苦手やね。次は絶対できる、できるできるって信じること、これも大事ね。いくよ、ふう、ほらできた、7でした。はい、こんな感じでいかがでしたでしょうか。最後に運動神経が良くなる運動、つまりコーディネーショントレーニングをするときの3つのポイントを紹介しましょう。まずは1つ目、それは短い時間でやるということ。だいたい30秒から60秒ぐらい、もうストップウォッチがあるのにね、ストップウォッチを測りながら、もうその30秒だけ集中する、1分だけ集中するということね。これ長い時間ダラダラやっても脳は成長しません。それよりも短い時間集中する方が脳はぶわってこうね成長するから、ちゃんと時間を計って短い時間でやっていきましょう。2つ目、それはできてもできなくても次にやるってこと。 OK、 できても次やるでしょ、できなかったとしても次やる、時間が来たら次やるということ。 OK、 これねとても大事なこと、一つのことをずっとやる、これも大事なんだけど、脳みその の場合はたくさんのことを短い時間でボン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 変えていった方が脳が刺激されんねん。 OK、 だから一つのことをずっとじゃなくて、たくさんのことを短くどんどんやっていく、できても できなくてもどんどん変えていく、できなくても落ち込まなくてもいいってことよ、できてもできなくても、その代わり決められた時間は集中しよう、そういうことね。そして3つ目は自分でコーディネーショントレーニング、自分で新しいのを作るということ、そしてそれを友達に教えるということね、これとても大事。あれやりなさい、これやりなさいって言われたことだけやっててもなんか面白くないやん。それよりも、あ、こういう風にやったら面白いかなとか、こんなトレーニングも面白いかなっていうのを自分で作ってみて、自分で作ったらやっぱり楽しいやん。楽しかったら夢中になって、没頭して集中して、そして脳がね活性化するね。活性化っていうのは常に爆発というか、うわって刺激が加えられて、つまり脳が成長するということ、そういうことで、自分が作ったゲームがあったら、トレーニングがあったら、それをぜひ友達に教えてあげてくださいね。で、友達と一緒にやったらやっぱ楽しいやん。楽しかったらずっと続けることできるやん。このトレーニング続けることできるやん。ずっと続けたら
運動神経が良くなる、そういうことです。この3つのポイントをしっかり守っていきましょうね、短い時間でやるということ、そしてできてもできなくても次をやるということ、そして3つ目は自分で作って友達と教えるということ、以上です。ということで、このミスターおかっちのチャンネルでは勉強とかスポーツに役立つ情報をどんどん動画にしていきたいなと思っております。ですので、ちょっと今の見てみて聞いてみて参考になったなと思ったら、これいいねボタン押してくれたら嬉しいな、いいねボタン、そしてチャンネル登録してくれたらめちゃくちゃおかっちテンション上がります。ということで、今日はこんな感じ、以上です。また会いましょう。さよなら、バイバーイ。楽しいな、楽しいな。